運命の恋を信じる女子高生が田舎で出会ったのは観光の人っすか。これが青夏の始まりだった。夏が始まった。お前ってすげえな。ダメだよ、銀座を困らせたら。マリカさん、未来のお嫁さんなんでしょ。リオちゃんに付き合ってほしいって言いましたから。なんでキスしてくれないの。夏休み終わっても一緒にいていいならもうとっくに。銀蔵はどこにも行ったりしないよね。帰らない。帰ったら夏休みまた減っちゃうんだよ。分かってる。この夏が終わればこの恋も終わってしまう。返したくねえ。大好き。青夏。